はい、こんにちは、こんばんは。今回はヤマハのですね、ボルト、950、C スペック、セパハンになってて、ロー&ロング、カフェっぽくなってるやつですね。こちらのですね、手離しますとハンドルブルブル病、どうにかならないかということで、相談を受けました。もうちょっとこれがひどすぎてですね、嫌になっちゃうみたいな感じでございます。まあ、走行距離なんですけど、まずですね、数千キロ、全然走ってない状態でございます。まあこの手の症状、まあ、ステアリングも見た感じだとそんな悪くないんですけどね、まあ、タイヤなんじゃないかなんて思うんですけれども、タイヤもですね、驚くほどダンベリしておらず、まあ、結構まあ拾いやすいですかね。まあ、繊細なのかもしれませんね。まあでもオーナーとしてはちょっとこれ困っちゃいますよね、本当に。事故っちゃいそうな感じですよね。ふとした時にね、間違えて両手を離してしまったななんて、まあ、両手離すことなんかね、さぞないでしょうけれども、これはこれはそうそうね、結構近年のバイクにしてはちょっと珍しいんじゃないかなと思いますね。本当ね、多分輸入車もあるでしょうから、まあね、結構訴訟問題になってもねおかしくないんじゃないかななんて思うぐらいの、ブルブル具合でございます。まあちょっとですね、まあ、いろいろやってみて、改善すればいいかななんて思った感じで作業前の動画を撮ってみました。まあ、ちょっとまだね、2はあるのか次があるのか分かんないですけど、まあ、こんな感じでございます。まあ、現状危ないよっていう感じですね。こんな感じです。まあ、ちょっとね簡単な動画になりますけれども、またお待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。Thank you.